こんにちは、はじめしゃちょーです。皆さんは何々オフというお店ご存知でしょうか？まあ有名なところだとブックオフとかとハードオフとかも皆さんの近所とかお家の近くにあるかもしれません。何々オフっていうお店がこう中古のものとか商品とかゲームとかを取り扱うお店が多いと思うんですけれども、何々オフっていうお店って結構いろんな種類があるらしくて、なんと私が今日来ておりますこちら八王子にですね、もう後ろ見たらわかると思うんですけども、ご覧ください、全部オフ。なんと八王子に全部オフというお店があるらしいんですよ。車通りがすごい、すごい栄えてる場所にあるんですけれども、この全部オフご覧ください。ハードオフ、ホビーオフ、ブックオフ、オフハウス、ボードオフ、リキュールオフ、なんかいろんなオフのお店がたくさんあるらしくて、すごくないですか？全部あるんですよ、ここに。あらゆる中古の、こんにちは。あ、そうです、こんにちは。めっちゃ身長高いっすね。そうなんです、実はどうやってですか？今ちょっと撮影で、はい、すみません、いえいえ、お邪魔してます。こんにちは、フレンドリー。こんだけたくさんいろんなオフあったら、もうこの八王子の中古のものが全て集結してるんじゃないかみたいな、もう品揃えが本当に底知れないと言いますか、もうこんだけオフがたくさんあると何を取り扱ってるかわからないんですけど、今回そんな全てオフに来たんですけども、なぜ来たかと言いますと、なんか X を見ててふとすごいなんか目立ってたポストがあったんですけど、なんかこの八王子の全部オフにとんでもない中古のものが売っているという画像というか記事を見たので、ちょっとそんなすごいものが中古で売ってるんだったらちょっと見たいなと思って、今日は直接全部オフに来ました。ハードオフとかブックオフはなんとなく売ってるものが、まあ本とかゲームとか想像つくと思うんですけども、他のオフはもう何売ってるか想像もつかないところもあるので、ちょっといろいろ回りながらその X で話題になってたヤバい中古ゾーンも見ていきたいと思います。気に入れば買う。はい、というわけで早速全部オフ見ていきましょう。まずはこちら、ホビーオフですね。ホビーっていうぐらいだから趣味のものとかたくさんあるんかな。行きましょう。失礼しまーす。お、自転車いっぱい。ホビーオフってあんまり聞かないよね。なんかブックオフとかハードオフはよく聞くんですけど、ホビーオフはあんまり聞かない。お、そしてこちらに各フロアのガイドがあります。1階が自転車ゾーン、2階が、お、いいですね、トレカありますね。あと大型ゲーム機、え、大型って何？ゲーム機ならわかるけどね、大型ってちょっとわからんぞ。3階がミニチュアトイ、おもちゃ。4階がフィギュア、ミニカー、プラモデル。ほー、割と2、3、4階俺好きそうだね。見ていきましょうか。すごい、1階はチャリだらけだ。え、これすごいよ、見て、7700円のチャリある。安っ。え、電動キックボードだ。4万4000円ですこれ。ちょっと乗ってみたくない、こういうキックボード。うわ、ごめんなさい、ちょっと今風邪気味で喉がおかしくてごめんなさい。ただ聞きづらい時があると思います。チャリはあんまり興味ない。ざらっと見よう。なるほど、1階はもう完全にチャリコーナーですね。うわ、3850円見つけた。3850円のチャリや。一番安いの気になるよね、こういう時。お、え、なるほどね、バイクとかもある。やばくね、全部オフはバイクもある。ご覧ください、バイク売ってます。あ、ジャンクバイクか。ジャンクのバイクとかも売ってますね。すごい、まあ、こういう感じでバイク用品もたくさん売ってます。これはいいね。なかなかね、バイクっててかそもそも中古だからね、生産終了してるバイクが人気になったりするから、なかなかレア物とかがあるかもしれませんね。もう2回行っていい？すごい、でも品揃えがすごいな、本当に。すごい、スパイダーマンが、足がすごいえげつない角度をしている。いいね、なんか中古ショップっぽいね、こういう、なかなか売ってないようなものもあると。じゃあ2階行きましょう。2階がなんだっけな。あ、2階トレカだ。よしよしよし、行きましょう。分かりやすいですね。ほら、もう見ろ見ろ、もうそれがそれだ。カードショップっぽい広告がたくさんあるぞ。おー、すごい、
失礼します。あ、こういうガチャガチャとか、あ、ぬいぐるみゾーンだ、すごい。あ、シェリーメイでもね、え、合ってる？ポケモンのぬいぐるみもたくさんありますね。すごいよ、種類めっちゃあるね。素晴らしい品揃えだ。あ、ここちょっとショーケースに入ってる高級ぬいぐるみゾーンですね。え、海洋画とかもある。すげえ、海洋画グラードン、いろいろありますね。素晴らしい。あ、そしてカードゾーンもあります。これは最新弾かな。素晴らしい。あ、ワンピースカード、読んだことない。わ、結構古いカードとかもしっかりあるね。うん、素晴らしい品揃えだ。24万3000円、すごい。カードゾーンすごい。え、何これ、頂の決闘場っていうのがある。これあれじゃね、決勝戦とかここでやるんじゃないかな、ぽいよね。いいな、かっこいい。俺も家にこういうの作りたくなってきたな。いいね、カードゲーム用スペースみたいな、素晴らしい。大型ゲーム機ってここのことかな。ゲーセンみたいになってますね、すごいな。え、待って待って待って、やばい、売り物だこれ。待って、これ売り物だ、見て、ほら、これとか値段書いてあるのよ、85,800円。待てよ、ってことは太鼓の達人あるか。ついこれ家で太鼓の達人できるかもしれんぞ。やりそうですね。値段書いてある385,000円。すごい、太鼓の達人売ってる、ここやば、すごいな。あ、じゃあこういう古き良きゲームも全部売ってるってことですね。すごいな。じゃあゲーセンかと思ったらここ全部売り場ですわ。もう太古のポケモンのゲーセンのやつとかある。これもうピカチュウの顔が古いもん。ちょっとテンション上がらん、こういうの家にあったら。このメダルゲーム家でできるの熱くない？これわかる？このこれこれこれ、家でこれできるのめちゃくちゃ熱いぞ。メダルゲームのこれちょっとメダルゲーム欲しいな。33万円らしいです。これすごいね。これ売ってんのなかなかないと思いますよ。なるほど、2階はだいたいこういう感じになってるみたいです。あそこの大型ゲーム機売り場が多分すごい、何でも売ってるね、この感じ。次行きましょうか。ですが、ご覧ください、これ A やばい、ドラゴンボールカード、これは当てたいですね。ワンプレイだけさせてもらいます。俺やるよマジで、俺マジでやっちゃいますからね。いきますよ。これはね、多分奥なんだろうな。ここだ。はい、最悪や。あ、ミニチュア系だ。こんにちは。なるほど、お、すげえ、トミカとかある。大丈夫なのこれ。仲間由紀の等身大パネル売ってるんだけど。ちょっと欲しくない？これいいっすね。ちょっと厚いよね。10,000円、そこそこの値段。こんなの売ってんだ、すごいな。なんか小物系だね。ほら、指人形とかもめっちゃ売ってます。かわいいアンパンマンの指人形とかがたくさん売ってますね。お、ベイブレードだ。それもちょっと前のベイブレードバーストのやつとか。あ、メタルファイトのやつもある。すごいね、いろんなベイブレードがあります。うお、すげえ。ねえ見て、なかなかすごい売られ方してるぞ。こういう感じ売られてるの見て。うわ、重た、やばい、すげえ、すごいな、マジで。おもちゃなんでもある。あ、かわいい、カエルちゃんのミニチュアとかも売ってます。戦隊物のソフビ人形とかもめっちゃ売ってる。すごいね。ね、ポケモンも、え、なんか全種類いるぐらいの勢いじゃねこれ。すごいぞ、レパートリーが。もう無限にある。うわ、ちょっと昔の仮面ライダーとかそういうのもしっかり売ってますね。すごい、ゴジラ66,000円。さすがに4階建て、そして全てオフって言われてるだけあるね。何でもあります。ただまだ俺がここに来た理由、俺がここで見たいもののコーナーではない。まだやばいコーナーあるらしいです。ささっと見ていこう。
ギリヤマト。プレネですか。プレネだね。ヤマトのは値段こちら、55円。グッズ化されてるだけすごいですか。いやそうだよ。いや本当に冗談抜きで、お参りは値段なしです。次は4階かな。4階行きましょう。まさかイチロー選手も売ってます。イチロー選手16,500円。大丈夫か、足が切断されてる福山雅治さん22,000円です。いやいやすごいって、広告の内容が。誰かこれクロスボウ持ってきた。ここ、では4階行ってみましょう。4階はフィギュア、ミニカー、プラモデルなどと書かれています。お邪魔します。こんにちは。あ、まずはしっかりウマ娘ゾーン。バーン。ウマ娘おもろいんでしょ。おもろいっす、めっちゃ。アニメ良かった。良かったっす。見るか。まだ見てないんだよな。泣けます。泣けるの。そう言われるとちょっと見たくなっちゃうな。フィギュアゾーン、ウマゾーン。わあすごい、本当にフィギュアがたくさん。可愛いアーニャのフィギュアめっちゃたくさんある。ここら辺スパイファミリーゾーンですね。これは熱いぞ。ドラゴンボール見て、ジレンのフィギュア、すげえ。 こっち見て、やばいやばい、ほらもう男の子好きすぎるって。ここら辺身勝手な極意孫悟空。いや熱っ。ドラゴンボールのフィギュアっていいよね、本当に。すごいな、めっちゃ種類がある。てい、俺これさ欲しいんだったら買っていい？普通に。ぜひ。いいの？はい。シンプルに買い物だよ、今日は。もうワンピースのフィギュアですね。え？やば。デジモンのグレーモンのフィギュア22,000円。でっけー。すごいな。いろいろ売ってんのね、本当に。うわ、これやばい。俺世代見たら泣く。懐かしいデジモンの液晶のゲームがめっちゃ売ってる。うわ懐かしい、これめっちゃ好きだったな。これも好きな人にはたまんない代物だと思います。うわアニメのフィギュアがめっちゃある。うわ分かるっていう、ラッキースターとか。分かんない、初めて聞いたっす。ラッキーストライクっすか。タバコじゃんよ。ラッキースターっていうなんか萌えアニメの原点みたいな。返してニーソックスとか知ってる。うわついさんオタクの始まりです。ここら辺が本当に勉強になります。うん、K4 とかここ振ります。基本は分かる。はい。いやすごいね、たくさんありますね。上はもう五等分の花嫁だらけ。かわいいね、五等分の花嫁フィギュアたくさんありますね。つい何人目が好き、五等分の花嫁。僕7人目です。いやすごいぞこれ。ちょっと紹介し尽くせないぐらいの量がありますね。この先もずっと。え、かわいい。エキドナだ。エキドナ分かる、リゼロの。分かんない。分かんない、やばいって。エキドナはもうめっちゃ可愛いのこれ。エキドナ推しにはたまんない。あ、これって俺話してたの、ソードアートオンラインのガンゲールの別の話の主人公。おうおう、持ってる銃がこれピーちゃんなのよ。この子か。そう、めっちゃ強いのよ。可愛いしな。可愛いの、ね、あとちっこい。うん、ちょっとここら辺語り出すと止まらないな。どんどん行きましょうか。うわ、ここら辺あれだ、スターウォーズゾーン。ほら、全くわからん。この規模の中古取扱い店はもう物の数が本当に多い。すごくない？本当に。え？銃ゾーン来たぞ。かっこいい。ガスリボルバーだ。詳しいっすね。全くわからん。書いてあったの読んだだけだ。やばいよ、すごい。もうこんなの売ってんだ。えげつねえよ。いやすごい、これ本当になんかすごいね。さっきすごいお客さんたくさんいて、多すぎて一回撮影中断して閉店になってから今また撮ってるんですけど、めっちゃ人いたね。でもなんか人気というか見に来ちゃう。とりあえずこんだけ面白かったら人がたくさん来る理由がよくわかります。はい、というわけでこの建物の1階から4階は見たんですけれども、別の建物別館もあるっぽくて、そっち見に行きたいと思います。が別館行く途中の道になんかすごい、それこそ X とかで話題になってたゾーンがあるので、ちょっと見ていきたいと思います。こちらです。これも売り物？まさか。いやね、すごいよね。いやまさか値札とか貼ってないよな、さすがに。動作確認100円。いや値札ないよな、怖いよさすがに。こういうの買えたら怖いよ。
値札あった、やばい。ちょっとぐるっと回ったら値札あった。値札ありました。9万9000円で売っとる。クマさんと電話でトーク。森のクマさんのテーマに乗せてゆらゆら揺れるよ。屋根付きなので野外でも OK。 クマの存在感がいいですね。これ売ってんの？クマさんのお電話のやつ、やばくない？その感じでいくと全部売っとる。え、やばくない？これだって遊園地とかで見るやつだよね。これ売ってんの？あ、それも結構安い。38,500円でこの消防車が売っていると。38,500円、やばいね。これも売ってる。77,000円。警察の白バイ66,000円。このなんかお薬屋さんによく見るゾウさん165,000円。この車も売ってるってことだよね。やば。7万。これやばいね。はい、皆さん、この全貌府のやばいところ、遊園地に売ってるようなものを売ってるんですよ、中古で。ちょっと欲しい。プリさん、僕ちょっと欲しいです、こういうの。ぜひ買ってください。マジでいいのか。家に置くことになるけどいいのか、これ。中庭にお願いします。中庭に置くか。中庭遊園地作るか。やばいって、これとか。ニコニコピカチュウ165,000円です。どうやって遊ぶんだろうね。おー、すごいすごい。中見て。おお、なんか遊べるね、中で。めちゃくちゃなんか昔っぽいやつ。ジャイアントアンパンマン198,000円。すごいな。トーマスのゲームライト220,000円。すごい、やっぱキャラもの高いんだな。子供の消防車71,500円。ワクワクマリン88,000円。すごくない、これ売ってるの。何これ、おっぱい揉みたいおじさん12万1000円。コアラの置物88,000円。すげえな。アンパンマンメリー、これ275,000円です。これが一番高い多分。この船みたいなやつ55万円です。これが多分一番高いね。すげえ。スーパーカー27万5000円。相場がわからん。相場がわからんです、これ何が正しいのか。どれが一番良かったですか。あ、俺的に、はい、ちょっともう一回見回っていい？お願いします。でももうこの年になると別に遊具で遊ぶわけじゃないのよ。なんかインテリアとして置いておきたいなみたいな感じがある。俺ん家の玄関開けた後ちょっとスペースがあって寂しいんですよ。そういうところになんかインテリアでこういうもう売ってないようなもの置いてあるのめっちゃかっこいいなと思って、ちょっとそういうのを実は今日買いに来ました。でもこれ置いてあったらめっちゃ可愛くない？これいいんかな、そのオフィシャル的に大丈夫なのかどうかみたいな。この中だといろいろ見て回りました。いろんな湯があります。第一候補、もうちょっと別館とか見て他にいいものがなかったらピカチュウ買います。ちょっともうちょっと見て回りましょう。はい、というわけでこの遊園地グッズシリーズを後にして次はこちらハードオフ行きたいと思います。ハードオフってでもさ結構あるよね。あった、近くに。ありました。俺ん家にもあった、近く。そうだね、ハードオフはやっぱゲームとかハード、まさにそのモニターとかこういうのね。この大きさで88,000円だってちょっとありだな。こういうのがまあ売っているお店となります。うわ、懐かしい。古き良きゲームやな。ゲーム機売ってますね。ゲームボーイミクロだ、めっちゃ可愛い。知ってる？というゲームボーイミクロ。これ初めて見ましょう。なんかゲームボーイアドバンスってわかる？あ、わかります。あれのめっちゃちっちゃい版が出たんだけど、多分値段バグってんのよ。めっちゃ高いですね。27万5000円だ。いや欲しいけど高いな。多分限定なんだと思う、このカラーとか。ポケモン仕様になってるね。そういうなんか激レアなゲーム機とかも多分あるんだと思います。うわ、 PSP や、懐かしい。 PSP 山積みにされてます。左にも古い方の PSP とかがあります。懐かしい。マジで懐い、やばくない？ゲームボーイアドバンス、やってた？あ、ゲームボーイアドバンスやってました。やってた。マリオとか、抽象的だな。 3DS LL かな、ここら辺は。俺ね、ゲームボーイアドバンス SP の見た目めっちゃ好きなんだよな。折りたたみなのよね、ゲームボーイアドバンス SP。 めっちゃ好きでした、この見た目。あとはゲームソフトがたくさん売られてる感じです。今はもうダウンロードとかでゲーム買えるからね。うわー、ゲームボーイアドバンスのカセットや。
懐かしすぎる。たまにやりたくなるよね。なりません。まああとは本当にこういうオーディオ系とかいろいろあるな。いや俺が興味あるのは多分ここら辺までかな。なんかもっとヤバいコーナーがあるって聞いたので、ちょっとそこ行ってみたいと思います。さっきの奥の建物なんだよ。行きましょう。次はこっちのオフハウスというところ行きたいと思います。オフハウスって聞いたことないよね。初めてです。何のお店なんだろう。失礼します。すみません。すみません、ありがとうございます。すみません、失礼します。はい、お邪魔します。おお、すごいな。知らない人あった。なるほどね。え、ウェディングドレスとか売ってるんだけど、すごっ。なんか動画とかでさ、わざわざドレスとか借りたり買うのめっちゃお金かかるじゃん。便利だね、こういう時買えると。ちょっと乗ってみましょうか。待って、何これ。くるくるコイン。どのコインが長く回るかな。続けてコインを入れると面白いよ。なんかこれさ、 TikTok とかで見たことある気がするぞ。ちょっとやってみます。ちょっと10円玉やってみたいと思います。入れます。やばい、おもろい。やばい。ガハハハハ。すげえ。おーおーおーおお。すげえな。なくなっちゃった。さあ、どんどん見ていきましょう。あー、なんか服も売ってる。こっち側服売り場になってますね。こっち側が服売り場で、うわすごい、ガチャピン、めっちゃでかいガチャピンとか売ってる。そしてここはバッグ売り場、バッグとか売ってるところですね。なるほど。なんかこっちこそ本当に何でも屋さんみたいな感じなのかな。あ、赤ちゃん用のキッズの服とかもこちらにあると。あ、ここがブランド貴金属のところですね。わあ、すごい、見て、もうビトン柄で統一されてる。ずらー、すごいね、壮観だね。まあまあ、ここら辺はでもさ、よくあるこういう中古屋さんとかにもブランド取り扱ってるコーナーあると思うので、ここは見せたいわけじゃないんです。こっちです。すごいの売ってんの、マジでやばいの売ってるけど。これさ、家飾っとくだけでもかっこいいよね。ちょっといいな。すごい、こういうなんかおしゃれなのたくさん売ってる。うわー、こういうのもいいね。でもね、言うて絵とかもなんかね、買えるじゃないですか、ここじゃなくても。なんかいいのないかな、いいのないかな。でかいね、え、これやばい。待って、値段やばくない？495万。待って、これテーブルだ。やっば、やばくない？これオレンジなら入るな。いや待って、考えさせて。ちょっと待ってさすがにやばい。500万。奥のこのテーブルも660万円のテーブルです。すごいね、ここやばくない？誰がこれ買って売ったんだ。中古ショップってことは誰かが買ったってことだよね。やばいな。いやでもこれ中古じゃなくても長いテーブルもあると思うしね。どっちかというとピカチュウの方が惹かれたかな。はい、というわけでいろいろ見て回ったんですけども、ピカチュウ、君に決めた。というわけでちょっとこのピカチュウ買いたいと思います。田島さん、他のはいいんですか？ああ、いいです。もうピカチュウだけいれば OK。 なんかたくさんいんでもちょっとガヤガヤしてあれなんで、もうピカチュウ1匹バーンって。4億円のお家はもっとこう素敵にラグジュアリーに。多分売ってないと思うんですよ、このピカチュウも。そんな激レアな、こんなでかいピカチュウ、ぜひお家に飾ってカッコつけたいと思います。じゃあこれ買います。見つかっちゃった。
た。ピカチュウだけ買おうと思ったらちょっとアンパンマンとトーマスもかっこよくて見つかってしまいました。僕の家の玄関埋まりました。はい、いつも何もなかった玄関が今、アンパンマン、ピカチュウ、トーマスの遊園地にありそうなおもちゃで埋まってしまいました。これはでも欲しいでしょう。史上最強サイズのフィギュアや。これ電源入れば動くもんね。動きます。素晴らしい。もう俺んち遊園地や。ただちょっとね、ピカチュウだけ買おうと思ったんですけども、3つ買うことによって値段がかなり跳ね上がってしまいました。値段がピカチュウが16万5000円。あ、一番安かったんだピカチュウ。こんな可愛いのに16万5000円で、この大きいアンパンマンが19万8000円。1キュッパですね。アンパンマンの中こういう感じになってます。うわっ、なんか昔ながらの感じ、懐かしい。カプセルが出てくるんですね。多分カプセルはもう入ってないと思います。1回200円。遊ぶことはないと思います。で、なんと一番高いのが奥のトーマス。確かに家にトーマスあるのマジでテンション上がるな。ちょっと失礼します。つい今日からここで編集な。わ、わかりました。このトーマスがなんと22万円で、これが一番高かったです。これ全部俺のもんです。で、合計金額が58万3000円。60万ぐらいでこの遊園地に売ってるレベル、デパートの屋上とかにありそうですね。トーマスの中こんな感じになってます。中でなんかトーマス、落ちてね、落ちてね、トーマス。多分こうやってレバーで遊ぶゲームなんだと思います。1回200円、カード出ませんとなってます。もうこの中身というより本体が欲しかったので、許しましょう。遊ぶことないと思います。電源つけたらちゃんと動くこのおもちゃ、60万円ぐらいで買いました。いや、これはかなりお家の箔がつく気がするぞ。はい、というわけでこの3つさすがにここに置いておくわけにはいかないので、玄関に1匹ぐらい置いて、あとの2個は別の場所に置いて、その4億円のお家をもっと素敵に彩りたいと思います。よいっ